続きましてディフェンダー奈良たつき。奈良たつき1993年9月19日生まれ、北海道北見市出身22歳。地元北海道へサッカーを始め、中学生時代にセンターバックに転向すると一気に才能が開花。コンサドーレ札幌アンダー18に加入すると、アンダー16日本代表から現在のアンダー23日本代表まで、各年代でコンスタントに世代別代表に選ばれてきました。高い身体能力と体幹の強さ、こちらを生かしたジャンプ力、1対1の絶対的な強さが武器。2016年アンダー23日本代表でのオリンピック出場とともに、川崎フロンターレでのレギュラー組に挑戦する期待の大きいディフェンダーです。奈良選手、ようこそ川崎フロンターレ。それでは奈良選手からもメッセージが届いていますので、ご覧いただきましょう。どうぞ。今年から川崎フロンターレに加入することになりました奈良たつきです。自分の持てる力を全て注いで、チームの目標達成と自分の成長、この2つを成し遂げられるように全力で頑張りますので、応援よろしくお願いします。奈良選手、ありがとうございました。以上の8選手の他にも期限付き移籍をしていましたゴールキーパー高木俊選手が復帰をいたします。高木選手にも皆様大きな